フラメンコ歌い手と池田俊和です。さあ今回はフラメンコの曲種ガロティンを弾き語りしたいと思います。ガロティンは4拍子系の曲種で、ギターは G メジャーと呼ばれる明るい曲調で弾かれます。踊りではソンボレロと呼ばれる帽子を使った技がたくさん出てくる、とても愛嬌のある可愛らしい曲でもあります。今回はカンテサリーダと歌ぶりの部分、この2つをやっていきたいと思います。後半はタンゴスのリズムに行くんですが、それを取り入れるとまたたくさんのボリュームになってしまうので、今回は前半戦としまして、カンテサリーダ歌い手の声だらしのシーン、そして歌ぶり歌のメインの部分、この2つを取り上げていきます。まずは簡単バージョンで雰囲気を鳴らして、そして慣れてきたらかっこいいバージョンにも挑戦してみてください。ガロティンの具体的な弾き方だったり、フラメンコ全般の解説についてはこちらをご覧ください。それでは早速始めていきましょう。それでは発音の確認、まずはカンテサリーダです。カンテサリーダは基本的に歌い手の声鳴らしのシーンですので、特に歌詞は伴っていません。ガロティンというとアイトラン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 というのがあるんですが、トランってどういう意味ですかって言われても、これはね意味がないので、まあうんあー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 みたいなニュアンスで捉えていただければいいかと思います。このカンテサリーダ歌い手によっていろいろな歌い方があるんですが、今回はこのパターンをご紹介します。アイコンエルトラン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 トレイロとなります。これはもうほとんど、スペイン語読み、ローマ字読みそのままですね。はじめのアイコンエルがぐーっと縮まってアイコーネルぐらい、コーネルコーネルという感じでね、ぐっと縮まってアイコーネルトラン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 トレイローとなります。そして、その次がトレイロートレイロートレイロートラン、これもトレイロトレイロトレイロートランというふうに発音します。そして後半です。後半はアルガロティンアルガロタン、さあこのタイトルでもあるガロティンなんですが、 RR2 つありますね。この部分のところを巻き舌にします。ガロではなくてガロ、ガロティンガロタン、少し巻くと、雰囲気が出るかと思います。ちなみに初めのあるなんですが、これは歌い手によって愛という方もいます。これ本当にね、いろんな、僕もいろいろ聞いたんですけど、もうあるだったりとか愛とかいろいろあるので、今回はあるにしたいと思います。かといって愛でも構いませんので、どちらでもお好みで取っていただくといいかと思います。アルガロティンアルガロタン、そして次がケデラベラデサンファンとなります。ケデラベラデサンファン、ケデラベラデサンファンとなります。そしてこのまま、またアルガローティンが繰り返されて歌います。これも踊り手によってはこの部分カット、繰り返しカットでいいですとか、もっともっと繰り返してくださいとか、いろんなパターンがありますが、今回はこの長さでいこうかと思います。さあそして歌ぶり、歌い手の歌に合わせて踊りが踊られる歌ぶりの、シーンです。プレブンタレアミソンブレロ、これ1行目が来て、この次が1コンパス開きます。この部分のことをレマーテと言って、歌が休んでる間に踊り手がちょっと合いの手でちょっと足を入れたりとかするシーンを、これレマーテと言っています。ほとんどの曲種には歌ぶりの1コンパス目もしくは2コンパス目の後にこのレマーテというのがあるので、これは歌わずに待ちます。そしてその次のコンパスがミソンブレロテディラ、アクセントがついています。テディラ、アクセント記号のところで少しアクセント、テディラ。そしてラマラノチェケパソ、さあここでいろいろな注意があります。まずは語尾の S は抜けるというアンダルシア弁の特徴があります。そのためラスではなくてラマラスではなくてマラ、ラマラですね。そしてこの次ノーチェなんですが、これアンダルシア弁ではよくノーシェってね、チェではなくてシェと発音したりします。でこれもね、どっちにしようか迷ったんですが、これはですねノーチェの方にしようかと思います。
ノシェでもいいんだけど、ノチェ、ラマラノチェケパソにちょっと今回はしてみようかと思いますが、スペイン人の発音ではね、ノシェとよくね、発音したりとかしますので、そこら辺ぜひ聞き比べるといいかと思います。そしてその次の行です。EL がもうグッとくっつけて、イエル、もうイエルとぐらいですね。そして次です。レレンテ。これも巻き舌です。レ、レ。レレレンテですね。もう負けない方はなんとかもう巻いていただいてですね。レレンテ、ケメダ。となります。だからこの曲はね、結構ね、巻き舌が多いんですよね。アイガロティン、アイガロタンとか、レレンテとかってね。ちょっと下、巻き舌のいい練習になるかと思います。そして後半は、なんとカンテサリータと同じです。アルガロティン、アルガロタン。ケデラベラデサンファンで繰り返しアルガロティンアルガロタンケデラベラデサンファン。はい、ここまでが歌ぶりの長さとなります。ぜひぜひ発音の確認をしてみてください。今回はすごく簡単に解説しましたが、厳密にはやはりスペイン人アーティストが歌うガロティンを参考にするのが一番かと思いますので、概要欄に参考動画を貼っておきますので、そちらをぜひぜひご参考ください。それでは簡単バージョン弾いてみましょう。まずはコード進行の解説です。ガロティンは主に D7 と G のコード、この2つが主に出てきます。簡単バージョンではまず D7、 これは通常の押さえ方ですね。この押さえ方をします。そして G なんですが、めちゃくちゃ簡単に弾くと、なんと薬指で1弦の3フレット目を押さえるだけで結構です。その代わり右手は5弦を弾かないで4弦まで弾けば大丈夫です。5弦を弾いてしまうとちょっと不協和音になってしまうので、一番簡単なのは薬指で1本だけ押さえれば、なんとこれだけでね、ガロティンのコード進行はほぼほぼできてしまいます。そして途中で E7 のコードが出てきます。そして Am です。なんとこの4つのコードだけで大丈夫です。簡単な押さえ方の G を使って、 D7 簡単な押さえ方、そして E7 と Am です。かっこいいバージョンの方では途中で C のコード、これも、よく使っています。
が、これは経過和音のようなものですので、なくても別に成立しますので、簡単バージョンではなるべく簡単な押さえ方、本当にね、2コードだけで弾けるガロティンをご紹介しております。それではコード進行が分かったところで、基本的なコンパスです。はじめは D7 を押さえて、ラスゲアード。薬指から下、中指、人差し指、ダウン、そしてアップも入れたらかっこいいです。この4つ、トラララ。難しければ、ダウン、タタタだけでもいいです。これ最初にジャランを入れてから、人差し指でダウン2回、これを2回やります。そしてすぐに G を押さえて、これが基本的なコンパスでした。このようになります。さあ、それではカンテサリーダから行ってみましょう。最初のアイコーネルがそのコンパスの終わりから入ってるんですね。つまり1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、アイコーネルトラーンと入ります。アイコーネルトラーン、D7 と G の繰り返しです。アルガロティンで、ティンが頭ですね。アルガロティン、アルガロタン、ケレラベラデサフラン。このように1、2、3、4、1、どこが頭なのかを把握すると歌いやすいかと思います。ケネラネラでサンファンで、また再び繰り返し、アルガロティアルガロタン、まあ、このように僕時々アルガロティアルガロタン、ちょっとね、溜めたりとかもしてるんですが、これが本当にどちらでも大丈夫です。多分歌うたびにちょっと変わったりとかしてるんですが、これもね、結構、まあ、要はコンパスに合っていれば多少伸びても縮んでもね、言葉を加えたりしてもね、何でもありなのがフラメンコの面白いところでもありますので、これもね、ぜひその伸び縮みも楽しんでいただくといいかと思います。後半だけもう一度、アルガロニー、アルガロサーケデラセラデサンバー。そして1コンパス開けて、プレグッタレア、レとアがもうグッとくっついて、プレグッタレアアーミーで、また再びアーミーというふうにこうつながるように、まあ、僕は歌っております。プレグッタレアアーミーソゼロ、そしてレバーテレス、これ1コンパス開けて、ソンブレロで G のまんまでから始まって、ミソンブレロで E7 になってテディラとなります。ミソンブレロテディラ、そして次は Am のままからラバラノチェケンサソイエレレ、ゆっくりとこのコード進行と、コードね、途中巻き舌がね、イエレレンテというふうにね、あったりガロティンガロタンとかね、まあ最初はまあちょっと難しければ、そのままイエレレンテだったりね、ガロティンとかで発音して、まあ慣れてきたらだんだんと巻き舌を加えていくといいかと思います。まずは簡単バージョンに慣れて、そしてできるようになってきたらかっこいいバージョンに次は挑戦していきましょう。
それではかっこいいバージョンの解説です。使うコード基本的には D7 と G は同じなんですが、いよいよこれはよくフラメンコの本番でも使われる D7 ご紹介したいと思います。 D は通常であれば4弦がルートといって、4弦がメイン、5弦、6弦がねあまり使えなくなってしまうんですが、フラメンコってやはりねぐーっと低音弦で低い音が使えるとかっこいいので、なんと D7 をねこのように抑えます。これちょっとね最初は抑えづらいんですが、慣れてみてください。中指が6弦、5、4が開放で、薬指が3弦の2フレット目、人差し指が2弦の1、小指が1弦の2フレット目です。これでなんと D7 なんですね。そして次は G のコードです。これを一つ右にずらして人差し指を5弦の1フレット目に移動して薬指を離します。この G です。6弦と5弦を薬指と中指使う G もあるんですが、この人差し指と中指を使った方がこの D7 に戻るときにずらすだけでいいので、僕はこれをお勧めしています。これで抑えられるといいかと思います。そして今度弾き方なんですが、初めは一緒です。今度は6弦からたっぷり弾けます。さあ次後半をこんな感じで弾いてみます。なんかかっこいいですね。親指6弦人差し指1弦、親指5弦人差し指1弦、親指4弦人差し指1弦、これを交互にでラスギャードこのように弾いています。基本的なコンパス、まずは慣れてみましょう。かっこいいバージョンではちょっとこのね景観を入れてみようかと思います。ケデラデラデサンファー、もう一度アルガロシーアルガロタケデラデラデサンファー、このようになります。そして1コンパス開けて振りです。離さないで弾きましょう。イエレレテケベラで後半一緒、アイガロシアガロプラケベラでシーを使いました。サッファー繰り返し、アガロシア
ロティンいかがだったでしょうか。フラメンコの中ではかなり珍しく、とても愛嬌のあって可愛らしい雰囲気を持っているガロティン。この曲を弾けるようになると踊りの練習生の結構初級クラスでよく踊られるパターンが多いですので、いつの日か生の踊り手と合わせるととても楽しいかと思います。自分が弾き語りして、そしたらですね、歌とギターを自分でやるわけですから、踊り手がいるとね、もう非常にもう喜んでいただけるかと思いますので、日本で数少ないフラメンコの歌とギターでございますので、ぜひ一人二役挑戦していただければ嬉しいです。というわけでお届けしましたフラメンコガロティン弾き語り、この動画がいいなと思われましたら、ぜひぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。まだまだフラメンコにはたくさんの曲種がありますので、これからもフラメンコ弾き語りを通じてフラメンコの魅力をお届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴー。